ケルビン・ビー・ジャムはテキサス州メヒーア出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のニューヨーク・ジェッツに所属している。ポジションはオフェンシブタックル。南メソジスト大学で左タックルとして4年間先発出場した。2008年にはチームのオフェンスは大学記録となる 29td を上げた。2009年にはチームは パスオフェンスで3666ヤード、トータルオフェンスで5093ヤードを獲得380得点と大学記録を塗り替えた。彼はカンファレンス USA のセカンドチームに選ばれた。3年次にもチームのパスオフェンスは3861ヤードを獲得し大学記録を更新。彼はカンファレンス USA のファーストチームに選ばれた。 最終学年のシーズン開幕前、彼は、ロンバルディ賞、アウトランドトロフィーの候補にもなった。2012年の NFL ドラフト7巡で、ピッツバーグスティーラーズに指名された。彼のチームメイトのジョシュレリビアスも同年のドラフト3巡で、ワシントン・レトスキンズに指名された。この年9月23日のオークランドレーダーズ戦で、初出場した。12月、 AFC 北地区のライバル、ボルチモア・レイブンズ戦で、右タックルとして、初先発を果たした。彼を含めた、オフェンスラインは、QB チャーリー・バッジをよくプロテクトし、ジョナサン・ドアヤー、アイザック・レッドマンのランプレーでも貢献し、チームは23から20で勝利した。ありがとうございます。